2, 3. 天空再大我出发起，你对我呢喃的情话很动听，关心的亲吻算不算？今日のお昼はちょっと豪華な、いやちょっとどころかだいぶ豪華ですね。海鮮丼にしました。お茶碗くらいの大きさだったので鼻8分目くらいになるかなと思っていましたが、満腹で動けなくなりました。うわ贅沢ですね。お茶碗ぐらいの大きさ、あの結構確かに丼物としては小ぶりですね。小さめだかなと思うんですけれども、この 上の伸び方が、山の積み方が素晴らしいですね。うん、かき氷かと思って、はい、スタッフさんがね組まれたみたいです。今日暑いからなポチッかき氷かと思ったら、なんとなんと海鮮丼だったと。色もねとってもこう贅沢で鮮やかですし、なんかこのお写真だけでも幸せいっぱいになりますね。ありがとうございます。にやけが止まらない、ニヤニヤしちゃいます